アントン・ジェラード・アレキサンダー・ファン・ラッパルトは、オランダの画家、ズアンカ、ザイストに生まれ、サント・ポールトで帽子した。ローレンス・アル・マタデマので子であったラッパルトは、4年間に、渡って、フィンセント・ファン・ゴッホの友人、助言者となり、ゴッホは、ラッパルトに一目を置き、何よりもラッパルトの社会への関わり方を高く評価した。RKD によると、ラッパルトは、パリ、ブッセル、 アムステルダム、テルスヘリングで働いた後、サントポールトへ移り住んだ。ラッパルトは、王立美術アカデミーに学び、ユトレヒトのクンストリーフでとクリング、アムステルダムのある程度アミキティアへといったグループに参加していた。1881年から1885年にかけてゴッホからラッパルトに当てられた手紙は、ゴッホの電気や業績に関する重要な転居と、 なっている。今日では、短命だったラッパルトの作品は数が少ないこともあり、油い作品には高い値段が付けられている。ありがとうございます。